大分県道207号大分波佐間線は、大分県大分市から、湯布市に至る、一般県道である。大分市田中町の田中三佐路交差点を起点とし、湯布市波佐間町波佐間に至る本道と、大分市、各北の、各新川交差点で本道から北寄りに分岐し、湯布市波佐間町の狭間三佐路交差点に至る、バイパストからなる。本道は、おおむね JR 九大本線。 大分県道6 1号所を挟ま大分線に沿う。また、本道起点からバイパスの分岐点を経て、バイパスの終点までは、南寄りを走る国道442号、国道210号に対して、バイパスの役割を果たしており、大分大学医学部前を通ることから、通称医大バイパス、または医大通りと呼ばれる。この部分が、道幅が広く、 交通量が多いとともに沿道には大型店舗などが集積しているのに対してバイパスが分岐した後の本道は境愛である。本道は起点で国道442号に接続し、本道、バイパスともに終点では国道210号に接続する。また、バイパスの中途にある各神社先交差点では、 東九州自動車道と市道を挟んで接続しており、案内標識が設置されている。また、高速道路通行止め時の迂回路としても案内されており、福岡駅高速バス、豊の国号の迂回ルートとして利用される。久し台本線と大分県道207号、古戦橋急道の各橋湯布市挟間町上市。ありがとうございます。